岐阜県南西部に位置するし、西能に含まれる。旧南農町区域に産地があるが、旧海津町と旧平田町域はほぼ全域が海抜ゼロメートル地帯であり、和獣が数多く見られる。海津市歴史民族資料館の敷地内に再現されている堀滝木染川公園展望タワー千本、松原長良川国際レガッタコース西側の岐阜県、三重県境には南北に、 養老山地が連なる。農地平野の三大河川である伊比川、長良川、木曽川が合流する地点にあり、水害を防ぐための和獣がよく見られる。主な河川縄文時代、編集南納町葉沢に、貝塚があり、河原家、石器、人骨、亀管が出土していることから、遅くとも縄文版紀候班には、貝水帯に縄文人が定住していたと考えられる。なお、 この時代の海図は海に面しており、海図下からは山和しじみなどが見つかっている。高須和重の完成、編集鎌倉時代末期の1319年、標高が低いために高潮などによる水害に苦しんだ農民たちが、それまで下流側に堤防がない、シリム堤に堤防を追加し、集落全体を囲う最初の和重である高須林中が完成した。 その後周辺の集落もこれに倣い、周辺地域には数十の和獣が形成された。木曽川や長良川の強力な水流が、作りかけの堤防を流してしまうことも、多く、川に人柱が捧げられることもあった。行基事根流、編集1700年終わり藩主、徳川光友の次男、松平義行が高須に封じられた時、行基総研の寺院跡と言われていた場所に、 松平家の菩提寺として1705年に再建されて行記寺と命名された。地元産の川は、戸石を用いた城郭作りで能美平野を一望できる山腹にある。法歴地水、編集、基礎参戦のすべてが集中するという地理上の理由と、包みを作るときは、尾張藩のお囲い包みより三尺低く、堤防を作らなければならないという幕府の命令により、 江戸時代の海津周辺は、洪水が多発していた。これを改修するために、薩摩藩士が動員され、そのうち33名が病死、平田幸恵をはじめとする51名が隕石、または幕府への抗議のため自害した。地水神社は彼らを祭人とする。法暦地水は絶大な効果を上げるように思われていた。ものの、完成した包みが川底への土砂の堆積を促した。 ため実際には、和獣地帯の洪水の回数はむしろ増加した。したがって、明治期の、親とい外国人である、ヨハネス・デレー家による、基礎三線分流工事が行われるまで、和獣地域は、たびたびの洪水被害に苦しんだ。幕末の高須四兄弟、編集高須四兄弟左から松平さだき、松平かた徳川茂栄る徳川義勝高須藩から、 徳川吉勝や松平片森をはじめ高須四兄弟を輩出した。彼らは後に、全員が主要な藩の後目を継ぎ、旧幕府と新政府の両政府で中心的な役割を果たした。彼らは、それぞれ、新政府側、旧幕府側に分かれたとはいえ、兄弟間の関係は良く、1878年には4人、揃って撮影された記念写真が現存している。 三重県桑名郡の一部を編入。編集1883年11月1日。三重県桑名郡の近海村、湯島、新田、港内村を、岐阜県海石津郡が編入。町村製志港と合併。編集明治大改修。編集詳細は、基礎三線分流工事を、三照会津警察署海津市消防本部、海津市医師会病院海津市海津図書館主な病院。 主な郵便局姉妹都市姉妹都市定携都市その他県立県立駒野駅南納地区を通っている。市役所のある海津地区及びおちよほいのある平田地区に鉄道は通っていない。海津地区及び平田地区の最寄り駅は東海道新幹線の岐阜羽島駅及び名鉄羽島線の新羽島駅。高速道路は市内を 東海環状自動車道が通過する予定だが、現状高速道路はなく、名神高速道路の岐阜羽島インターチェンジ、または大垣インターチェンジを利用する。南部地区は、東名阪自動車道の桑名東インターチェンジ、または、八戸インターチェンジを利用する。一般国道、編集県道、編集道の駅、編集地を稲荷神社の門前町今尾の、 詐欺町上閣寺院神社神院温泉その他、ありがとうございます。